チェンソーマンって、チェンソーマン好きなやつ、すごいなんか、あれなんだよな。チェンソーマン好きそうなんだよな。なんて言ったらいいんだろう。作品自体は好きなんだけど、みんなリンゴ好きなやつみたいな感じの雰囲気あるよね。わかる。多分わかると思うんだけど、みんなリンゴが好きと、チェンソーマンが好きみたいなのは、なんか同系とかなんか、チェンソーマンが好きそうなやつはチェンソーマンが好きそうだけだから、全然それは。ファイヤーパンチ、パンチはまあまあ、でも読んだしな。なんだかんだ読んでるんだよな。ファイヤーパンチも読んだし、チェンソーマンも読んだし。ドロヘドロ、まあまあまあ。まあ、全部面白い漫画だよ。本当に。大ダク、おすすめです。大ダク、5巻まで出てたはず。絵柄が好きだよな。世界観と。この前、進撃の巨人買って全部読んだんだけど、まあまあ、だったね。アニメの方がいいんだろうね。漫画より。あれは、でもなんか、週刊誌で追ってる方が楽しめそうな漫画だよね。5本で読んだけど、面白いか面白くないかで言うと、あんまり、まあまあまあってか、同じタイミングで読んでたもやしもんの方が面白い。スポーツ系の漫画、まあまあ読むよ、俺。何も考えずに読める、ポコン漫画、結構好き、かな。俺基準でいい漫画なんだろうね。最近の漫画だったら、トラツグミっていう漫画が、トラツグミとか、ダッシュの、ガッシュ2は結構、まあ、ガッシュし、読んだことある人だったら面白いかな。あとは、最近の漫画。まあ、もう、トラツグミが一番かな。最近だったら。ブルーロック、とりあえず買って、半分ぐらい読んでるな、今。ブルーロックを読んでて思うのは、なんだっけ、主人公と、うわ、名前のとこないな。主人公ともう一人いる、なんかその、クソ強いやつの弟。が、たまーに区別つかなくなる。試合中。すごいなんか見た目が似てて、あれこれどっちだってなるときはたまにあるね。今年読んだ漫画だとなんだろうな。七夕の国がめっちゃ面白かったな、でも。七夕の国と、私前紹介しまったナチュンっていう漫画かな。あれだな。グロバイトがずっと面白いな。あれだけちゃんと読んでるわ。グラサンって、かな。面白い漫画ないかな。ウーロン・ジェネリック・ロマンス。ジェネリック・アイナミでしょ？私読んだね。ワールド・トリガー読んだ。トリガー読んだ。宝石の国も読んだ気がするけど。宝石の国じゃないな、あれは。ないな。ギャラは見たことない。